はい、岡田さん、なんか格闘技の大会出られたそうなんですが、それはどんな大会なんでしょう。はい、まあ、自分自身中学高校と、はい、柔道6年間やっていて、柔道、はい、まあ、この格闘技の経験を生かせないのかなと思いまして、はい、まあ、今、はい、YouTube 1、まあ、有名であろうっていう、はい、ブレイキングダウンの、はい、オーディションに参加させていただきました。はい、あ、ちなみに柔道は得意技何やったんですか。あ、柔道の得意技は、大腰ですかね。はい、ごめんなさい、聞いといてなんないですけど、その方は知らないです。ごめんなさい、しにくかったですから、ごめんなさい、全然。腰に手当てて、自分の腰に乗ってて投げるっていう、前ね、その一回柔道を出身の藤川さん出ていただいて、はい、得意技聞いて袖釣り込み腰って言われて、うん、何ですかそれで終わったんですけど、そう、なんかすいません、いやそう、柔道技って難しいですよね。なんか大外刈りと背負い投げ、はい、内股ぐらいまでは分かるんですけど、はい、結構ですね、そうと、あと角田夏実さんの腕ひしぎ十字固め、ああ、寝技でしたね。そうそう、あれはね、見ててれば覚えるんですけど、うん、なんか、なんでこの人転んだのみたいなとこ技ってなってくると、でもね、それよくわかりませんからね。はい、まあ、大腰。皆さん、視聴者の皆さん、大腰だそうです。はい、ちょっとみんな検索しましょう、YouTube で。要は、腰に乗っけて投げるみたいな感じなんですかね。そうですね。あ、なるほど。腰技。腰技ですね。わかりました。みんな、ちょっと、視聴者の皆さん、勉強しましょう。はい。はい、じゃあ、今日はそのね、柔道、格闘技で培った筋肉もぜひ皆さんに見せてあげてください。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。ここに使うんですか。うん、全然普通に大会の時以来ですよ、そんな。ああ、そうなん。大会の時は塗るんですよ。あの、JB、自分が団体、自分が所属してる団体は塗っちゃダメなんですけど。あ、なんか大会によるって言いますよね。そうですね。うん。なんて言うんだろう。なんかのイベントの時とか。はははは。塗った方が絶対よくは見えますからね。あ、確かに。